3人組グループカトゥーンの亀梨和也が主演し、6月9日からワウワウで放送配信される連続ドラマ W 東野圭吾ゲームの名は誘拐、毎週日曜あと10時全4話の追加キャストとして渡辺篤郎が出演することが解禁された。亀梨と渡辺は今作が初共演となる。原作は2002年に刊行された東野圭吾の小説ゲームの名は誘拐公文社文庫館。主人公の広告代理店の敏腕プランナー佐久間俊介亀梨が手掛けていた大型プロジェクトから突如降板させられたことを機に、自分を引きずり下ろした大企業の副社長に一矢報いるため、その娘と共謀して狂言誘拐を企てたことから始まるミステリー。